平野紫耀ルイ・ヴィトン香港賞で輝く。令和の炭治郎の賞賛にファン歓喜。日本の人気アイドルであり、ルームバーアイのメンバーである平野紫耀さんが、ルイ・ヴィトンの香港ファッション賞に出席し、その様子をインスタグラムで公開しました。この特別な瞬間に、平野さんはファッション界においても、その存在感を発揮し、世界中のファンを魅了しました。本記事では、 香港賞への出席やその反響について詳しく取り上げます。平野紫耀の香港賞出席。平野紫耀さんは11月30日に香港で開催されたルイ・ヴィトンのファッションショーに特別招待され、その模様を自身のインスタグラムでファンと共有しました。彼はヴィトン社に感謝の意を示し、お招きいただきありがとうございました。と英語で投稿。 同時に素敵な時間でしたというコメントでその瞬間を振り返りました。投稿には平野さんが緑と黒のダミエ、一市松模様、ルックで華やかに決めた写真が添付されています。彼はブランドのフォトウォール前で取材に応じる様子や夜景、会場をバックにした写真を公開し、ファンにショーの舞台裏を覗かせました。 特に歯ブラシを加えた舞台裏での素顔がファンの心をつかむ一場面となりました。香港賞の概要。平野志耀さんは香港の急流半島に特設された賞の会場で最前列で賞を鑑賞しました。この賞はルイ・ヴィトンの公式 YouTube などを通じて世界中に配信され、日本の多くのファンもその様子を楽しむことができました。 現地メディアの SNS にも多数登場し、多くのいいねを集め、その存在感を示しました。香港賞では、平野さんはハイファッションの中でさえも際立つ存在であり、彼のファンはその魅力に再び惹かれました。彼のスタイリッシュなルックと品のある態度が、ファッション業界においても高い評価を得たことは言うまでもありません。ファンの反応と SNS での盛り上がり。 平野紫陽さんの香港賞出席に対するファンの反応は非常に熱狂的でした。X、Q ツイッターやインスタグラムでは数多くのフォロワーがコメントを寄せ、彼の姿に対する賞賛が相次いでいます。例えば、かっこよすぎ、令和の炭治郎すぎてやばい。簡単ふ、 こんなイケメン炭治郎最高、潮君が世界で活躍する姿が見られて本当に嬉しい、など多くのファンが彼の成功に喜びを表明しています。これらのコメントからは、平野さんが国内外で愛され、その魅力が多くの人々に届いていることが伺えます。 また、ハイブランドに負けないオーラが出てるとのコメントが示すように、彼の存在は単なるアイドルだけでなく、ファッション業界においても一石を投じていることが伺えます。平野志耀さんのルイ・ヴィトン香港賞への出席は、彼のキャリアにおいて新たな節目となりました。彼のファッションセンスや魅力は、 国内外の多くのファンから絶賛され、その成功はアイドルとしてだけでなく、ファッションアイコンとしても高く評価されています。今後も彼の活動に注目が集まることは必至であり、ますます国際的な舞台で活躍する姿が期待されます。平野志耀さんの今後の活躍にますます期待が高まる中、彼のファッション界での足跡はこれからも注目を集めそうです。